さあ12月の17日、最後の長トロ、忘年会年忘れ全員集合川下り大会開催いたします。今日のメンバーは、北さん、新人小野さん、37度の熱で急遽、キャンプ待機班になりました柳田さん、この4名で行ってみたいと思います。着込んだらそんな寒くないですね。欲しいね。寒さはどう？足寒い。うん。これの上に。上じゃなくても、上でもいいし、下にタイツでもいいんだよね。俺はなんかこれ。このスプレースカートあるやんか、だから全然あったかいよ、この中は。うん、だから冬はこっちの方が水がそもそも当たらないやん。お前のじゃんじゃん水当たるやんか、だからだんだん冷えてくんだよ。これはね、水が当たらないから夏あったかいんだよ、中。あ、気持ちいいね。やっぱ水が綺麗だわ。うん、皆さん後ろに荷物があるからさ、こうやって跳ねて面白いでしょ。跳ねを大きくして楽しむっていうのも。それ危ないと思った時は前傾になればいいから。小野くんもこれつけたら、これここにあったらさ、おやつとかさ、飲み物とかさ、ここから出せるから。安くするぞ。うん、着替えとかで防水ですもんね。そう、昨日ドイツ買ってた。これすごいおすすめ。かっこいいっすね。うん、かっこいいよ。あー、気持ちいいな。晴れましたね。やっぱ俺の普段の行いがいいから。
パドルはどうや。パドルは今のところまあ、おー、大丈夫。オッケーオッケー、いいね。全てがベストコンディションやな。ここはまっすぐで一番最後に岩があるんで、そこを右に右折。ど真ん中ど真ん中、マジっすか、マジ流れてこい、こっちへ。その前流れてけ、小野くんが見事に陣です。どんどん流れて、どんどん流れて、どんどん流れて、この場までもっと右右右右、左岸じゃなくて右岸、右岸に行け。ここあの右岸に上がる、上陸するポイントがあるから、左岸に行くな、右岸に行け。イエーイイエーイイエーイ、楽しい楽しい。もっとあの砂の方行った方が登りやすい。もっと奥ですか。うん、もっと奥。いや、今ぶつかった時耐えたんですけど。いや、ぶつかったの。ぶつかったんですよ。で、耐えたんですよ。手で押して。岩なんかあったか。あれ、なんか。岩ないぞ。いや、ありますよ。真ん中。真ん中の。あったか。ない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 。ありました、ありました。左側は分かるけどさ、真ん中ないだろ。そんなところに岩があったら、なんか川下りできんのかな。いや、ヤシノさんが真ん中真ん中って言ったんで、うん、真ん中行ったんですよ。だって俺それ、お前の真ん中に着きながら俺撮影しながら下っていったよね。お前の後ついてるからな、基本俺。思いっきり岩に渡って、あーって手で押したんですよ、パドルで。で、押しすぎて、うん、こっちに行っちゃったっていう。ちょっと一回そっち上陸、登れ、上がれ、冷えるから。まだ先は長いぞ、お前。もう全身ビタビタやろ。あ、そう、少しやっぱ腕が、手袋が楽です。それはお前リュックの中ちゃんと防水しっかりしてるやろな、それ。あ、巻きました、しっかり。まず船ごとちょっと上に上げちゃえ。でリュックも整えて。よいしょ。土につけない方がいい、土につけない方がいい。岩の上置いといた方がいい。いやー、やってくれましたね。いやー、楽しい。今日は最後の締めくくり、いい角度になりそうです。でも今回はしっかり落ちましたね。しっかり落ちれましたね。見事な陣でした。誰のせいでもありません。あ、いいですね。右に落ちてったもんな、右にドーンって。いや、岩に見つかったんですよ。岩ないって。ありました、あの切り狭くなるじゃないですか、一回。うん、真ん中の岩越えて右行って、狭くないところでここのお尻側にぶつかって、うん、危ないってなって、うん、お疲れ様でした。
でもあそこでひっくり返ったら初めて見ましたね。初めてだよね、あそこね。ね。どこにひっくり返るポイントがあるかがよくわかんないな。ありましたよ。まあそうやって大きくなってくんだよ。ね。あ、寒い。でもこの服でよかったよ。なあ、よかったよかった。手袋の中がびちゃびちゃで、うん、今日あの手袋なしでも大丈夫だぞ。冷たいんやったらあのはめない方があの手が乾くからそっちの方が暖かいかもしれない。うん、もうそれしまっちゃってあの素手で行った方がいい。こっち塗りたいね。こっちそのままですか。うん、なんでこっちだけ塗っちゃったんだろう。それでリュックがちょっと緩まってるから紐をしっかり締めてラー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 あったかーいあの君どうでしたか。シンプルに落ちました。シンプルにやっちゃいました。え、その幻の岩にどう当たったん？この辺が当たったんで、パドルでこうやって押して。岩に？岩を。岩を押して。押すような岩あった。ありました。手で感触残った。お前夢見てんじゃないか。いや後で動画見てみましょう見ましょう。あ、落ちて。あ、そうです。あ、落ちた後岩はすぐに横にあったよ。ありました。あれ、それのこと、はい、あ、そういうことね。川の中に隠れ岩があったわけじゃないでしょ。あ、じゃない、落ちてそうだよね。内側にあって、はいはいはい。あ、それなら、それなら分かった。ライフジャケットは？ライフジャケットがない。もう地方症が始まりました。ライフジャケット、ライフジャケットを忘れてきており、よく気づいたな。いやでもこの服じゃなかったら多分死んでますよ。いつもの服だったら。ちょっと暖かいですよ。水どこまで入ってきてる？もう全部です。体中？まあ右手袋は平気ってる。うん、でもなんか逆に暖かくなってきました。うん、でもね、だからウェットスーツみたいな感じだからさ、はい、皮膚と服の間に水を溜めてそれを体温であのぬるま湯にするんだよ、うん、で、体を温めるから、ウエットスーツは、うん、だからそれで暖かくなってくるんだ。だからまだ始まったばっかりだから、ここで震え出したら2時間苦痛だからな。そうです。侵入が、ま、ミスったんですよ。右からこう行っちゃったんで、本当は中心に行けばよかったのに。あ、右から真ん中行ったってこと。そうです。で、そもさんが真ん中はって言ったんで、うん、真ん中行こうと。こうやって向き変えて真ん中に戻ろうとしたらね、やっぱここに壁があって失礼しました。真ん中変えてなかった。まあ、どっから行ってもちゃんと乗りこなさない。滝があったわけでもないから。そうですね。だから、からあのか船が傾いて言うたやん。あの重心がさ、ここ船がこうやってさ、どんだけ傾いても波で重心がまっすぐだったらこけないんだよ、これ理論上。だから船が傾いた時に君も一緒に横にこうやって傾いてんだよ、こっちに。そういうことですよね。だから腰のクッションアブソーバーを吸収するようなこぎ方をしないと上半身がブレちゃうからさ。それをちょっと課題にしてこの後下ってってみ。うん、上半身はぶらさない、それ行ってみましょう。楽なんだろう。上半身。あ、でもよう気づきましたね。上半身があまりにも楽なんだよ。うん。なんか変だなと思ったら、なんか忘れてみたのかなと思ったら、あ、ライフジャケット。すっげえ上半身が楽だったからあれは。あ、よかったですね。すぐ気づいてね。ここまで取りに行くのもめんどくさいですからね。一回ね、幅さんがスタート地点に。テントのポール忘れちゃって、でダーって下ってさあキャンプしようと思ったら、あ、ポール忘れたっつって、そんでスタート地点までボール取りに行ったことありましたって。それ以外は忘れ物な
ないかって、あの、悪い。だからあれですね、あの休憩、あのスタート時点だけじゃなく休憩時点でもみんな忘れ物ないねって見回すことは大事ですね。今日は酒も食料も充実してるからね。温泉もあるし最高だぞ。ここもど真ん中な、一番あの波が立ってるところ、ど真ん中で。で一番最後は左折になってるからそこに左に入っていく。オッケーよー。さあ2回目のシーンどうなるか。結構おもろいやろ。でもね、不思議とあそこのコ、あそこのコースでこけた人っていないんだよね。意外に怖かったっすよね。うん。そこが緩んでるとあんまり意味がないからさ、しっかりキツキツにはめとかないと。あの、ひっくり返った時は、あの、緩かったんじゃないか？もしかしたら。もう最近、北さんが上達しちゃったから、芯がなくなったから、面白くないんだよな。もう今は北さんにつかず小野くんに密着取材だ。ボートの色とその上着の色と合ってておしゃれだね。うん、かっこいいよ。小さいなければ。あ、今日もキャンパー多いなぁ。あそこですか？違う違う、でも真ん中辺のまだまだスカートがあると全然あったかい。皆さんキャンプしております。パドルは大丈夫か？生き返ったな。
波のど真ん中。この片手が寒々しいな。寒いですよ。顔もさっき使いましたけど。でもようひっくり返って片方の手袋がグローブ濡れてないな。ですね。すごいね。なんでだろう。なんでだろう。こっち濡れてないし。右だけ上に出てた。あ、でもそうかもしれない。右手はあの赤いとこ触ったんで。うん、自分で見るんだよ。どっちが水水深が大きいかっていうの。いや、一回こっち行きますか。こっちも行けてる。フライングゲートのドキ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 。ドゥルルルトゥ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 。なるべく右、なるべく右、右右右。もっと左でしょ。え？もっと左から行ったら。右右行きなかったから。そうそうそう。ここね、北さんもよくひっくり返る。右ってこっちってさ、左からこう波が来てる。あー、はいはい。今水が少ねえな。パワーがないですね。危ねえ。いや、危ないポイント言ってくださいよ。もう一回下ってるやん、ここ。いや、覚えてないっすよ、もう。開けられます。開けたのか。開けます、うん。一番背中のチャックの中。はい、チャックの中です。一番背中のところ。あ、持つの持つの。ひっくり返りです。ちょうど着いたら30ぐらいやな。
予定通りや。今2時20分ぐらい。温泉2時からやってますから、着いたらもうすぐ入れますよ。さあ、小野君どのコース行く？生きてるって感じするよね。でもさ、ひっくり返った瞬間、あまりの冷たさにびっくりしたんじゃない？いや、びっくり。そんなことやだ、もう頭真っ白やん。呼吸も荒れるぐらい。チンしようと思ってなかったもんな、あんなとこで。いや、今日のチンで、今日はうまい酒が飲めるわ。よくやってくれた。ダンディーな顔してこいでください。あのドキュメンタリーボック。ドキュメンタリさんが最初の年は長良川のある激流区間だけ僕無理でして電車で次の駅まで行ったから、神のお告げがあったって行って、あの、ね、あのこの後をさ、経験してさ、
いや、これ1年やってたら確実に流されてるから大変だったわ、俺すぎたよ、やめてねえ、だから勇気ある撤退って大事やから俺は行ったら何回ひっくり返したか分からんわ。こういうのもさ、小さい岩を避けながら下ってけよ、自分で見て。言っただろうな、お前恥ずかしい。乗り上げております。ここは小野くんが前回ひっくり返ったとこや。もう君が最初無事にしっかりしたやつがね、来年の夏上達してんだよ。このキャンプ場、あ、着いたぞ。行けないでしょ、でもどう考えてもね。何が、いや、もうマイナス40度南極でも耐えきれると、なんかネットで見て8000なんだよ。あ、7000か。7000円でいけるわけないのか、まあ、俺7000円だったらいいかもしれないと思って、まあ、まあ失敗してもね。俺もすごいですよ。アウトドアじゃなくてアウアドアマジアウアドア。あ、ほんとや、怪しいね。おじじゃん、怪しいね。我々のドアってマジこれ、はい、これ見て、俺が育てたキャベツ、ちゃんと育ったね。いい感じやん。ちゃんとこれホイコーローよ。ホイコーローよ。ホイコーローよと初物いいっすね。そんな濡れてないっぽかった。全然濡れてない。大丈夫。あ、よかったやん。回ってるよ。あ、これだったいけるな。これだったらいけるな。いけるけど、全然いける、余裕で、うん。ちょっと本当に彼は俺のテントで寝るんですよ。え、俺のテントで一緒に。なんでお前はお前のテントで。いいんですか。俺とこいつはタープで寝る。耐えられるわ、あの小野くん。耐えられないじゃなくてチャレンジしたいんだよ。まあそうなんですか。25歳。まあ確かに若い。いやでもそんなアウトドアやってないって言ってたじゃないですか。これからスタートなんだよ。あ、そうか。一番楽しい時なんだ。マジでやるんだ。まあちょっとあれだね、ちょっと細くなった方がいいもんね、もうちょっとね。いや、痩せた方がいいっすよね、うん。まあ、アウトドアって痩せるよ。乾杯。乾杯。乾杯ね。入ってねえやないかい。ないのか。入ってないやないかい。楽だわ、これ。早いわ。すげえわ、これ。小野くん、昇格。楽だよ。一緒に。楽だわ。いい仕事や。で、川も下らず熱出してる柳田くん。降格。困りましたね。今はやっぱ火つけるの時間がかかるんですよ。まあ多少かかるよね、やっぱりね。スウェーデン陶磁。これいいですね。これがもうスウェーデン陶磁。今日直接火つけない。焚き火もいいんだよ。もうこれいらんかもしれない、これね、あんまりね。こんだけ取ってきたら。まあ、いらんことはないよ。そう。極端やな。なんかもう、これが暖かくなりそうな気がする。
まあ、そんなにボート出るわけじゃない。あ、そうですか。うん、この中に何、ここに何出るの。そうそう、そこに、この、これあれ、この、まあ、巻き炭とか。あったかくなりますよね。真ん中から回して。これ、これ。うん、これ、なんだか知らない。楽しい。あ、抜けそう。危ない。気が利くなお前はな。さすが便利だね。だから木田さん、前らの山内さんも言ったじゃないですか。山内さんもあの気が利くじゃないですか。ね、火加減とかさ。そう、だからね、便利やってるやつってやっぱね、上手なんですよね、そういうの。気配り、気配りね。マネージャーとはだいぶ違うんですよ。あのお湯沸かしてさ。焼酎のお祝いでしょ。あ、俺焼酎飲めないですよ。いや別にお前のこと聞いてない。このスウェーデントーチを使いたいな。ここに燃えてる炭を入れて、でここにこれを置いて、あのお湯を沸かすみたいな。いい、ちょっと やりますよ。じゃあやっちゃいますよ。よいしょ、熱っ熱っ。ちょっとこれ料理の菜箸だからさ。まあ、こういう枝で作るんだよ、菜箸を。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ。もうこの手を割ってみて。はい、僕の服。できました。手羽のすっぱ煮です。これやっぱうまいな。うん、うまいでしょ。今日は、スウェーデントーチで、これさ、すごいっすね。お湯沸かします。おお、あ、沸くんだ、しかも。これいいんですね、これ。いいよ。さあ、小野くんが作ってくれたホイコーローです。北さん、どうですか。美味しいね、これ。小野くんのホイコーロー。うん、味元の、ホイコーローうまいね。僕は面白いですけどね。誰が作ってもうまいね、これ。うまいな。ただあの炒めてるだけだもんね、これ。あのいね、キャベツのちぎってくれたのは柳田君です。あ、そうか、あのいい子、いいちぎり方でしょ。いいちぎり方ですね、味が染みてますね、あれでしょ、あの包丁で切るよりも手でちぎった方が味が染みるってあれでしょ。そうその考えてる。さすが、もちろん考えてるな。全部ね、やっぱり、ね、包丁よりも、あ、どんどんさらえて。いや、まだ6時ですからね。6時前ですよ、まだ。時間じゃないんで。今柳田さんが大根の葉っぱを切って、ああ入れる。大根の葉っぱが実は美味しいんです。全然もあるこれ。びっくりした。いや、これ俺さ、持ってくる予定はなかったのにさ、これ大根の葉っぱ持ってったら柳田さん喜ぶんじゃないって言って。言ってないでしょ。なんか犬に餌をやるような感じで持ってけば、あ、そうだね、じゃあ持ってくわって言って。そう、塩コショウないんですか。あるよ。今柳田さんが、うわ、煙が、あれ普段の行いが悪い煙のところに煙行くからね。煙がすごいです、これ。うん、はい、これ大根葉です。大根の葉っぱいい感じです。これが苦味があって美味しいんですよね。あれですよね。小野さん、どうですか。どうですか。もうちょっと塩コショウ入れます。もうちょっと入れて、待て。いつぶりのキャンプ。これは子供頃、5、6年ぶりですか。5、6年ぶり。どうですか。その時は観客となってたんで、うん、いや、今日のキャンプ、今日はもうあるもんでやってるんで、なんかまた違ったキャンプで面白いです、うん、もうあのずぶ濡れになって、あのね、あの温まって復活して、死にかけましたから、ね、ああ、よかったよね。本当によかったっすよ。温泉あってよかったよね。あれなかったら死んでますか。ちょっと寒かった、あの時。いや、寒かったっすよ。もう早く何とかしたかったっすね。味どうですか。もうちょっとなんか入れてもいいかもしれないな。広がってきましたね。もつ鍋です。煙たいな。でも火吹き斧。おっ、
火を吹くことに快感を覚えております。いやもっとボーって燃えた方がいいのかなと思ってたんですけど、そういうわけじゃないんですね。いやこれ無限でいいよ、これでまだ長いし、今ガンガンガン火がついてもよ、電力これで時間かけてやりゃいいんだよ。いやこれ最後にな、持つはまだあの第2弾も残ってるし、最後に入れる締めの、ちゃんぽん、ちゃんぽんこれいいっすね。ちゃんぽんあの俺、ね、ちゃんと長崎ちゃんぽん買ってきましたから。えあの目にこだわってちゃんぽん用に買ってきましたから。そうっすか、いいっすね。まだね、まだあるから、長いから。雪おもちゃ、うまそうだなこれ。ああうまい。よし風呂行くぞ。行きますか。あとタオル、タオル。お湯をすくってコップに入れます。それで飲んじゃいます。焼酎は入れて、入れてる、入れてどうすか。うわうまめっちゃうまうまいっすか。しみ、もうしみ、しみるねこれ。この後この寒さの中ではマジでこれ本当普通に飲んでたらこんなしないもんな。これ相当大きかったね今日。これいいね。まあ普通はないですけどね。みんな豪快に今車燃やしまくってんの。どうや。めちゃくちゃうまいですね。締め出汁が。麺に染み込んでる。うん。うまいね。うまいね。だしを取りたいんだけどね。取れないね。今パックラフトで寝ようとしておる。寝そうですか。寝そうですか。
おすみません。パックラフトで寝る男です。君の言われて顔出して。はい、パックラフトで寝てる男です。さあ、朝まで生きてますでしょうか。いや、すみません、もう寒くないですか。寒いよ。僕も寒いです。いや、今どう寝ようかいろいろ試案中です。菜箸で